皆さんこんにちは、お散歩チャンネルケンパです、今日はダイヤホート TC にレインボーストーブを入れてます、レインボーストーブね、なかなか火力は弱いんですけどね、このちっちゃなダイヤホート TC ならなんとか持ってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。今日の特徴は、お布団です。いつも寒い時期はシュラフで寝てるんですが、やっぱりねシュラフってなんか窮屈ですよね。まあその分は高いんでしょうけど、ということで、今日はシュラフ一応、予備というか寒さ対策で車の中には積んでますが、お布団と電気敷毛布、こちらを持ってきました。ポータブルバッテリー、エコフローの700、5万円を切ってる価格になってたので、手に入れました。時刻が今4時34分です。2時ぐらいに設営が終わったのかな。それからですね、映るかな。今日の夜は、このカニを食べようと思って、冷凍だったんですけどね、設営終わってからずっとテーブルの上に出してます。焼きガニと、カニの鍋をやろうと思ってます。そうね、5時過ぎたらもう暗くなるんで、おこもりして調理も始めようと思ってます。それじゃあレイアウトの紹介をしていきます。持ってきてるストーブはレインボーストーブです。ストーブファンも用意してます。あとね、お湯をね、沸かしてます。テーブルはフラットバーナーが置けるテーブルですが、2ユニットとちょっとのちっちゃなテーブルにしました。それと、スノーピークのあのボックスっていうんですか、この横に置けるやつ、こちらを置いてきました。そして、このぶら下げるやつですね、これも、なんか安い中華製のやつがあったのでちょうどハマったのでありました。ランタンのスタンド、なんか自在にこう曲がるっていうので、ランタンスタンドっていうのを、買いました。この辺のクーラーボックスはいつもの通りです。で奥、USB いっぱい繋いでますけど、エコフローさんの、ポータブル電源です。それに、電気式毛布、お布団を持ってきてます。あとは枕、それと、一酸化炭素チェッカー、メニチェーンをつけて、ます。チェーン止めてるのはインナーテントを吊るすための金具がこっちと、両方あるので、そこにデイジーチェーンを結びつけてます。で、じゃあ晩ご飯の鍋は後で食べることにして、ビール、スーパージョッキ、これ泡出るやつですね、これ買ってきましたのでいただきます。よいしょ。冷たいと泡は全然出ないですね。温めると、温めると、ほら。冷て、ほんと冷たい。まあ、この冷たいのが美味しいんですけどね。よし。泡出ろ。泡。手袋はめてやったんですけどね。泡、これ以上出ないですね。よし、まあいいや。
気温は 7.3 度、レインボーストーブねだいぶつけてるのでね、中は 11.7 度になってます。ビールのつまみを作ろうと思います。よし、つけよう。よし、国産の豚耳っていうやつです。これを焼いてつまみにしようと思ってます。アウトドアスパイス堀西、こちらで味付けしようと思います。賞味期限は2023年4月9日、まだ半分ぐらいあります。フライパンも温まったかな。かけすぎ？大丈夫ですよね。堀西のいい匂いしてます。よし、温まるまでちびちびいただきます。乾杯。うめえな。これちょっとかなり量あるな。かかってないところ、しっかり火入れた方がいいんだよね、豚肉なんで。焼きます。あー、冷たいやつがいいですね。ここにも堀西を出しておきます。寒いんですね、ガスがなかなか気化しませんね。鍋できるのかな。よし、もういいでしょう。よし、いただきます。いい感じですよ。コリコリしてね、ほんと美味しい。予想通り、ビールにバッチリのおつまみです。ああ、うまい。なんか、あっという間になくなりそうですよ。あ、ダイヤホート TC ですね。設営だいぶ慣れてきました。10分ちょっとぐらいで立てれるようになったかな。それからね、ワイドコット。この設営が大変なんですよ。あのね、横幅90センチあるんで、それを支えるのにね、ちょっと足がしっかりしてるっていうか、しっかりしてるのはありがたいことなんですけど、組み立てるのにね、ちょっと女性じゃ無理だろうな。すんごい力入れます。もうね、今日はワイドコットしか持ってきてなかったんでね、頑張りましたけどね、ワイドコット、やめようって思うぐらい、ほんと硬いんですよ。でもね、それを組み立ててしまえば、すごく広いですし、ほんとにゴロゴロできるんですよね。レインボーストーブいいですね。豚耳も美味しいし、冷たいビールをね、ぬくぬくしながら飲むっていうのもいいですね。豚耳あとこれだけしかない。まあビールもあとこれだけなんでね。ちょうどいい配分で食べて飲んでます。最後一個、美味しい。ビールも飲み干しますよ。ごちそうさまでした。なんか寒いせいかな、ガスのパワーがいまいちって感じですね。お鍋するんですけどね、ガスでちゃんとできるかな。時刻はもうすぐ6時、暗くなってきたので前の幕を閉めて、おこもり、じゃあ晩ご飯しますかね。今日の晩ご飯は、ご覧の通り、トゲ、ズワイガニ、冷凍、解凍後生食 OK、 あと焼いて OK、 鍋も OK って書いてあるので、焼きガニもカニ鍋もしたいなっていうふうに思ってます。野菜はいつものスーパーで買っている
手軽鍋野菜のセット、こちらを買ってきました。味付けはこのプチッと鍋っていうやつを使ってみようかなと思ってます。ご存知の方も多いと思いますが、料理全然ダメなんでね、こういう風に自分でいろいろ調味料を合わせたりするんじゃなくてね、こんなメーカーさんがちゃんと美味しくなるように作ってくださったものを本当に使わせていただこうと思います。なんだ、本瓶2個と水 300ml、 300、こいつが2つ。ガス大丈夫かな、これちょっとお水少ないような気もしないでもないですけど、よいしょ、なんか少ない気がする。もうちょっとだけ、500ぐらい入ったような気がするので、もう一個かな、2個入れて薄かったらもう一個足しましょう。じゃあ煮えるまで待ってよーっと。よいしょ。なんかガス大きくしてるんですけどね。なんかちっちゃい気がする。寒いからかな。それともガス少ないのかな。ガスもう一個あるんですけどね。こいつもね、使いかけなんですよ。まあ、いざという時は、皿の缶と、変換アダプターもあるんで、焼竹梅のおみき純金箔入りで、これ金箔入ってるんですよね。これね、お袋が神棚からおろしてたんで飲んじゃろうと思って持ってきました。よし。入ってるの分かりますか。いただきます。煮えるまでゆっくりいただきましょう。先に焼きガニすればよかったかな。そうだ、こいつね、ちょっとどうなってるのかちょっと開けてみますね。カニの、あ、まだ凝ってるわ。足があって、で、そうだ、レインボーストーブあるんだから、鍋はレインボーストーブに任せよう。これなんか火力も弱いし大丈夫なのかな。よいしょ、鍋ちゃんお引っ越し。鍋はレインボーストーブにお引っ越ししました。わあ、ガスが冷たくなってるね。最大でこの火力？これ焼けんだろう。焼けんのかな？まあ心配ですが、なんとかなることに期待しましょう。ガス変えた方がいいのかな？パワーガスかなんか。焼けそうな気はしないが。なんか火力弱くてちゃんとできそうな気がしないんですけど、まあそのうちなんとかなるでしょう。変換アダプターつけてね、ガスをパワーガスに変えました。全然火力違います。よし、なんか焼ける気がしてきた。鍋の方もね、レインボーストーブで、これこれ、ちょっとグツグツ言ってきましたよ。ちっと鍋で3個ぐらい入れればいいのかな。これで煮立つのを待ちますか。よしよし、カニの方も
いい感じ。生で食えるんだから温まればいいんだろうけど。焼けてる焼けてる。いい匂いがしてきた。このでっかいやつ。いただいてみます。あ、持てる。熱い。やっぱ熱い熱い。新ペーパーさん。いただきまーす。いいんでねーの？うまいぞ。これをね、多分ね、やったらいいんだろう。よくわかんない。で、ちょっと剥がして。焼きガニはこんな感じということで。あ、ガスが本当に危ねえな。よっしゃ、レインボーストーブさんから戻してきましたよ。ガニ入れようか。足のところまだ凝ってんだよ。これはしゃぶしゃぶ、まあいいや、入れ入れて、これさっきの焼いたやつの残り食べます。ガスは一旦切ってレインボーストーブに頑張ってもらいましょう。じゃあレインボーストーブさんに行ってらっしゃい。レインボーストーブさん、お前が頼りだ。おおお、よっしゃ、どんな感じかな。なんかだんだんいい感じになってきたんじゃないの。まあね、野菜が煮えたらカニは生でもいけるって書いてあったんで、さっきのあのパワーガスも使いかけで残り少なかったんで、ビーラーガスなんですけどね、新品あったんで、こいつに変えてみました。どんどん冷えるんですよね、使えば使うほど。なので、必殺技を考えてます。これくらいパワーあります。土鍋さん、帰ってらっしゃい。よいしょ。じゃあ、出来栄えです。いきますぜ。ほら。美味しそう。完成でーす。ガスなんですけどね、必殺技っていうのがね、思いついたんですけどね、これグローブの中に入れるってのどうですか。もうこれだけでパワーが出るんですけど、これグローブに入れただけでちょっと火を弱めないといけないな。火を弱めました。これいいアイディアじゃない。よし、じゃあカニ鍋いただきましょう。野菜のところ、ほほ、すっごいカニのいい匂いがしてます。いただきます。これどうやって食べればいいんかな。すする、やってみよう。かじってかじって、これほとんど身入ってない。あ、こっちは入ってそう。おいしい。カニって食べるの下手なんだよな、俺。美味しく食べるシーンは、ちょっと無理なんで、手づかみでガンガン活かしてもらいます。皆さん、この、ガス、グローブに入れる作戦、
これよかったらみんな真似してみてください。この身はなんとかほぐして汁の中に入れて、ガジってやってもいいな。あ、もうかぶりつこう。かぶりつきます。出してもらいます。綺麗な食べ方じゃないけど、カニとかこういうの食べるの得意なんですよ。ガジャガジャやってたら白菜とカニがめっちゃ混ざってます。こいついただきます。おいしい。カニの上手な食べ方ってどうやんでしょう。いい方法あったら教えてください。じじいこんな感じでやってますけど、手がすごいことになってますが、でもカニのもこれお産取れた。あ、おいしい。よし、第2弾。こいつはがっつりいけそうです。おほほほ、ほい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 、熱いぞ熱いぞ。いただきます。この辺はね、さっき食べるとこほとんどなかった彩りですね。これは美味しすぎてお酒飲むの忘れてました。取れてなかったけどね、なんか綺麗にこんな感じで取ったんですよ。なんかね、ちゃんとほぐせるようになった頃に鍋もなくなるという。でもこのカニスープ美味しいな。よし、キノコ、カニとキノコ一緒にいただきます。家から豆腐これ入れよう。凍ってるんでそのまま打ち込んでこれで割っちゃえ。よいしょ。保冷剤にくっつけてただけなんですけどね、凍っちゃってました。よっしゃ。おお、いいんじゃないの。ガス止めて、カニ風味の湯豆腐、カニ風味の湯豆腐。それとうちのポン酢、柑橘ポン酢、湯豆腐いただきます。いい風味だね。おいしい。いただきます。ポン酢ちょっと濃厚だったのが少しだけ、濃厚は濃厚なんですけどね、少しあっさりしますね。いい感じ。美味しい。めっちゃ金粉があります。わあ、これそこに止まってるの混ぜて飲もう。全部飲むぞ。ちびちび最後行かせてもらいますよ。これ食べようと思ったら全部食べれるんですけどね、残しました。明日ね、ご飯炊いて雑炊にしようと思います。ということで、ごちそうさまでした。金箔、ここにつかないよ。重たいんだよね。ちょっと混ぜて浮かしていただきます。よし、うまく全部飲めた。おはようございます。時刻は6時47分です。
レインボーストーブに点火しました。膜の外は 4.3 度、中は 10.4 度になりました。外もね、少しずつ明るくなってきてます。今回の寝具は横幅90センチのワイドコットに、厚みが10センチある、これもワイドなインフレーターマット、ラグを引いてその上に電気の敷毛布を使いました。ワイドコットなんでね、ゆっくり寝たくて、ゆったり寝たくてお布団にしました。布団は審査レートっていうやつです。羽毛の2倍のあったかさっていう感じ。これでね、快適に眠れました。電気毛布にスイッチ入れたのは朝の、4時ぐらいだったのかな。それまではスイッチ入れずに、ゆっくり眠れました。背中が冷たく感じたので電気毛布をスイッチ入れて、そしたらね、ちょっとね、背中も暑かったんでね、暑くなって汗かきました。はい、それではお米を炊いていきます。お米は 0.7 合ぐらいですね。こちらの方を中蓋っていうんですか、こいつの中に入れますね。お米は無洗米です。お水は 150ml、こちらを注ぎました。本体の方にはお水を 250ml 入れました。では、いってらっしゃい。今日も CB 缶にグローブをつけました。もう沸騰してきたんでね、20分待ったら出来上がりますね。ほうじ茶作ってます。熱そうだな。ああ、ギリギリ飲める暑さ。じいさんね、猫舌なんですよ。暑いのは弱い。まあ、お茶飲みながらゆっくりお米できるの待ちましょう。よし、できた。ご飯のいい匂いしてますね。鍋を温めてグツグツ煮えてきたらご飯投入しましょうかね。ガスね、引力やっぱね、上にした方がね、パワーが出ますね。ちょっと湯気が出てきましたよ。お鍋もだいぶ温まったみたいなんで、ご飯入れますかね。うまく炊けてるのか。まあ大丈夫でしょう。いきますよ。ほいほい。ちょっと多かったかな、ご飯。よいしょ。よいしょ。ほい、カニさん。豆腐。卵。ざっとでいいか。ネギも入れて、火を止めてもカニ雑炊完成です。うまそう。ではいただきますかな。よいしょ。どや、いただきます。よし、おいしい。熱々の中にカニの実あるんですよ、カニの実。出せないかな。もう終わって食べよう。吸えば出てくる。いいね。
あったかいし、熱々、うまい。うまい。最後、いただきます。完食。ごちそうさまでした。はい。お腹も、いっぱいです。雨は、止まないな、これは。うん。ぼちぼち、撤収して帰ります。今日も動画見ていただきましてありがとうございました。次の動画をお楽しみにしてください。よろしければチャンネル登録お願いします。最低気温が、外が 2.2 度で、幕内は 5.2 度でした。